現在ですね、70歳以上の厚生年金有権者の方で、いわゆる在職老齢年金の規定の適用になっている方、報酬が高いため、老齢厚生年金の方がですね、報酬と調整がかかりましてね、年金の一部とか、全部が支給停止になることがあるんですけれども、そういう対象になっている方がですね、もし会社を退職して、厚生年金有権者資格を喪失したらどうなるかということなんですけど、これは退職してからですね、1ヶ月を経過した時点で、その在職老齢年金の規定が関係なくなりますので、年金の支給停止も解除されると、こういうことになりますね。